どうも、じゅんです。ちょっと今日は連続で動画撮ってます。今忙しくて、なかなかね、動画を撮る時間も、編集する時間も今あんまないんですけど、まあ、なるべく続けてあげたいなと思ったんで、すいません。ちょっと連続商品紹介で動画を撮ってます。今日紹介するのはこちら。前回自撮り棒、セルカ棒を紹介しましたけど、これは自撮りレンズ。iPhone とかで、インカメラあるじゃないですか。こっち側のカメラ。これでこうやって自撮りを、こうやってするときにみんな入んないじゃないですか、何人かいるときって。でその時広角にこれをつけるとしてくれるんですよ。これね、超広角っていうタイプなんですけど、ここにねちょっと書いてありますけど、見えます？ほら、普段こんな感じなんですよ、うちがこのカメラで撮るとね。でもこんな感じで広く全員写して撮れるっていうレンズ。まあ他の方も紹介されてますし、もう前からある商品なんですけど、まあ、ちょっとね安くなんか数百円でちょっと買えたんで試しに買ってみました。動画でも使えるかなと思って。で一応こんな感じで巾着袋が入ってて、中にこういう感じで、ここちょっと組み立てちゃってますけど、おクリップ、ここに iPhone 挟んで、こうキャップもちゃんとついてる、レンズキャップついてる、これレンズになってる。 iPhone にこうなのかな、こんな感じで挟むんですけど、ね、表から見えます？表からね、このカメラの穴をこうやってね合わせて、映れちゃった、こんな感じ、ね、こんな感じ、これで OK でね、こんな感じなんですよ。ちょっとカメラ側が映っちゃうとちょっとやだね。まあいいか。今ねこうレンズつけてる状態でこれだけ広く映ってます。後ろ汚いのは気にしないでね。で、これを撮ると、こんな感じ。今の撮影してるカメラしか映ってない。で、もう一回これをつけると、こんな感じ。ね、これだけ広く撮れるんですよ。外すと、こんな感じ。全然違いますよね。これ超便利。まあ、この、まあ、自撮りレンズの紹介だったんですけど、まあ皆さんもう前から使ってる方は使ってんのかな。自分買った時これなんかね、700円ぐらいで何かで買ったんですよ。ちょっとアマゾンで調べてみますけど、もしかしたらもう売ってないのかな。あ、ちなみにエレコムの品番言ってなかったね。これエレコムの PSL04BK っていうのが品番です。自撮りレンズ。エレコムね。はい、じゃあ今日はこちらの、これ、iPhone とかスマホにつける自撮り用のレンズ、広角で撮るためのレンズの紹介をさせてもらいました。ちなみにこれ、裏側、メインカメラあるじゃないですか。メインカメラだと、つけても合わないんで、周り、こう、ケラで、こうやって、こんな感じになっちゃうんですよ。メインの方につけるとね。だから、インカメラの方、こっちの内側の方のカメラで使ってください。こんな感じで、いろんな商品紹介やったりとか、車載動画を上げたりとか、こうね、アクションカムをこうやって胸のところにつけて、こう歩いてる動画だったりとか、いろいろやってますので、もしよろしければ他の動画もチェックしていただければなと思います。そう、チャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。どん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 一人二人、どんどん増えていくと、やる気がどんどん出てきますので、ぜひよろしくお願いいたします。で本日もご視聴いただきましてありがとうございました。いやーでもね、最近本当にこう動画撮る時間もないし、編集する時間もないし、安いドローン買ったんですけどね、この前動画上げましたけど、あれも全然やってないんですよね。だからね、やる暇を作んないとダメですね。時間の管理をもっと大切、うまくやりたいなって、今年の目標にしようかな。今更ですけど。